3つ勝ててもおかしくなかったのになんやねんこれバウアーぶち切れ不可否やろ先発かわいそうやなって思った3連戦でした打てないのは相手のピッチもあるから言えんけど打てねえなら攻めて守れよなんやねんここんところの試合はみんなバテてるなどうしようもねえ桑原海老名の会が直接の敗因だがそれ以前にクソ打線の問題なんだわ3安打はクソすぎ完全に打線の責任 色々あったけど3アンダでは勝てんよそもそも最近打てなさすぎやわ。点差だけ見ていい勝負とか言うなよ。野球の質の差で圧倒的にひねりつぶされとるわ。というより比較的打てるやつの桑原にバントさせたり調子に乗っていきそうな抜擢したやつすぐ変えたり攻撃する気がねえわ。バントでどれだけ得点損してきたんやろ。先発ピッチャー3試合連続ハイクオリティスタートなのに悲惨立てってそんなことあっていいのか。 3試合連続で先発がハイクオリティースタート達成して3た食らうって前代未聞じゃねこれ過去に前例があることなのかホームで今永が東バウアーこれで3連敗はさすがに予測できたやついないよなご視聴ありがとうございました